な。桑名さんの親族や関係者らおよそ、まあ、ファンも含めまして、およそ1300人の方が訪れたということですね。そして、玉ねぎ嫌いやったな、牛も嫌いかな。あ、風量の忘れたな。風。風。うん、また好き勝手やってるし、え、熱は遊んでる。そしてですね、斉藤さんも桑名さんも今回のこの特別式、かなり桑名さんらしいものになってまして、こういう関係が広いんですけれども、前にここ玉ねぎと玉ねぎは食べへんけど、茹でたら嫌なんかな。